シャミの道、上村松園。うちの将校は私の顔をシャミだという。これは私の額口が作用独立的と言いますか、ごけ星と言いますか、生え際が角張っている。普通の女の人は生え際が狭くて山形になっている。ところが私はその反対に角が立っている。これは私ばかりではなく、 うちのおばあさんも平たくなっている。つまり四角い。で、顔の輪郭が四角い、あの三味線の銅みたいな。と、そんな悪口を言う。顔の道具立ては、さて、何と言いますか。さしずめ、鼻は、団子鼻というのではない。おばあさんや姉やらに比較すると、私のが一番マシでしょう。と言って、ぺたんこになったというほど低くもないし、さりとて、 えらく高いというのでもない。それから目。これは小さいこともないらしいし、ひどく大きいということもない。口は小さい方ではない。大きい方かもしれない。一番特徴のあるのは髪の毛で、その竹の長いことにかけては、髪結さんに言わせるときっとびっくりする。解いて後ろに垂れると、裾に引きずる。 昔の人にはそれどころではないほど長い人もいたが、近代にはそんな長い人は亡くなった。私が二十歳自分に島田や桃割りにしていると、神井さんが困ったものだった。どういうわけかというと、その後の毛を根に巻きつけるとか、どこかにぐるぐると入れるのだが、私のは毛が長いために入れるところがない。それで私は串巻きにしている。 若い自分から串巻きばかりで続けてきた。こうしておくと、その手につかみきれぬほど多い毛の始末に困るということがない。で、串も特に大きなのを使って、それにぐるぐると巻きつける。そうして外を歩くと、子供たちが、あの人の曲げは大きな曲げだと言って、よく見られたものでした。その格好がちょうど、アルラカルラの仏像の頭のようでした。 でも今はよほど少なくなったけれども、私の毛は枝毛というのでしょうか、先の方へ行ってスポッと細くなっていない。その頃は母に言ってもらっていましたが、母も二厄介にしていて、また大田草に言うと言っては言ってくれたものです。串巻きにしていると簡単で自分の手でできて身が楽で、ツトやネカ文字を入れて、 中盆のところがツルツルに剥げることもなく、毛束をいっぱいに詰め込んで、それで頭がむせるということもない。今まで秋になると毛が抜けるというようなこともありませんでした。好きな顔、芝居の中などで、新地などというクルワ方面の一流の誰々いう地名の美人にしてもたくさん見るけれども、そしてやはり絶世の美人というものもあるが、 九条武子さんのような人は少ない。目が美しかったり、口元が綺麗だったりする人があるが、この人のような高い品位のある顔立ち。これは、ああいう名門の一つの貴族型というものがあるでしょう。文典の月食の酔いを書いた時には、モデルになってもらって、横向きやら七三やらの姿を映させてもらったことがある。昭和5年。